日。あーい、目取れてませんよ、スマッパー本店始まります。はい、あ、こっちこう来たらこう行くのか。ああ、そうかそうか。いや、眼帯似合ってるってどういうことやね、本当に。なんか別にあれですよ、目取れてもないですよ。実は怪我もしてない、下は。どうも、久々ですね。いやー、3週ぶりですか。もう出たくてしょうがなかったですもんね。いやー、よかった、やっと帰ってまいりました。アスマキラです。最初は、函館に行ってたんですね、地元に、友達の結婚式で。いやー、で、もうそれがめっちゃ面白かったんですよ、函館に帰ったというか、北海道に帰って。友達の結婚式なんですけど、同級生が集まっての、おじさんになってたから、もう最高に笑けましたね。なに蟹って目が取れても再生するんだけど、そう今もう再生中だから、今設定何のもう何なんだ本当に。やばい、もうね、目が、すいません、ちょっと全然開かなくて。やばいですね。さっき今病院行ってたんですよ。幹部ミーティングして、ミーティングして、全体ミーティング前にちょっとさすがにまずすぎたんで、もうバッコリ腫れちゃって、なんか目の上にしこりが昔からありまして、脂肪なのかな、しこりなのか、で腫れちゃったから、ちょっと病院行ったらどうなるかなと思ったんですよ。なんかこう塗り薬とかかなと思ったら、なんかこう一般的なこう本当の手術台があるじゃないですか、こう横になるやつね。はい、あれに、これに、はい、座ってくださいって。で、新宿で土日もやってるような病院で、で、マジ横になるんだと思って、とりあえず横になったんですよ、これね。そしたらね、先生がね、あー、これもうまずいね、切ろうって言われたんですよ。切ろうってかと思って、そうするしかないんですかって言ったら、そうだね、もうパパッとやっちゃおうって言われて、で、ブザってこう切られましたね。なんか局部麻酔をやって、その局部麻酔もめちゃめちゃ痛くて、で切りましたよ、ビーって。ああ、いや久々ですわ。よし、何なんだよ、タラバだったんだよとか。そう、同級生でね、俺ちゃんとしたスーツ着た、ネクタイして、したらね、こう一次会はこう良かったんですけど、二次会がね、こう新婦側の同級生とかもいるじゃないですか。それで二次会でこういたら、こう同然のように新郎の俺らの方の仲間が、ちょ、俺本名林って言うんだけど、林ちょっとあっち側行ってこいよって、すっげえうるさいから、分かったよっつって言ったのね。そしたら、まんまとその新婦側の同級生が、ホストっぽいですよねって言われたのね。だからちょっと辛かったですね。もうみんな同じスーツなのにちょっと浮いてました。そんな函館でしたね。で、あれなんですよ、スマッパは、昨日までずっと沖縄に行ってきました、社員旅行で。冬は、本当は海外なんですけど、春夏は、国内旅行って決めてるんですね。で、今回は沖縄に行ってきました。だから網走は行ってないから
面白いね。ちょっとこう、そう、酒飲めないんですよ。ちょっと1週間ぐらいお酒ダメだよって言われちゃったんで、ちょっと今日からの営業もマジで辛いですね。アスマキラが本名だったらすげえだろ、本当に。神林キラとかお前いるか、そんなやつ。いやそんなこんなでした。沖縄すっごい暖かかったですよ。もうね、ずっと晴れで雨がなかったんですよね。でもあの湿気がすごい強くありまして、あの東京帰ってきたらまだちょっと涼しいなとか思いました。林飛ぶわ、もう何でもいいよ。僕33で今年34になりますね。いや面白かった。じゃあちょっと今日は八重葉くんがちょっと来るまで、沖縄でずっと同じ、部屋一緒だったしんくんをちょっと呼んでるんで、ちょっとしんくんと喋りますかね。お待たせしました。あーしんくんありがとうね。いや大丈夫ですか、目。うん、俺ね、ごめんね、さっき絶対ミーティング入れなかったもん。でちょっと腫れすぎちゃったから、さすがに、はい、そうですよね。もう今、ニコ生で話しちゃったんだけど。あ、そうなんですね。病院行ったらさ、はい、切るよって言われて切られちゃった急に今めっちゃ痛いさ、ね、今完全根性なんだよね、今気合いですね。めっちゃ痛いのね、あれね。ちょっとでも切るだけでもさ、メスってさ、すごい鋭いんだね。スパーイってさ、血だらけ。おそう、ここがですよね。びっくりしたわ。でもしんくん、あれでもね、俺日に日にこうでかくなってったの知ってるもんね。そうですね、真横で見てましたからね、ずっと。そうだそうだ、沖縄楽しかったですよ。楽しかったね。はい、ずっと飲んでましたね。そうだね。はい、うんうん、俺最終日の朝、なんで起きてるメンバーと飯食ってるか全然わかんないすごいひどかったでしょ、これ。いや、なんかね、7時ぐらい僕が朝、はい、寝ていたら、陽気なキラさんがちょっと見えて、はい、わーって来て、はい、また起こしますねって言って、とりあえず寝てくださいって言って1時間でも、はい、思っていたより寝起きがすごい良かったです。あ、本当、はい、でしょ。はい、すごい寝起きが良かったです。本当は優しいでしょ。いや、すごい良かったです。でも一応キャラ的には、あ、怖いですね、はい、すごい怒ってました。本当だよ、はい、全然飲めねえじゃないか。じゃあちょっと1枚目の写真お願いします。これ、しんくんちょっとください。これあれだよね、沖縄民謡居酒屋にね、はいはいはい、初日着きまして、すぐですね、初日のちょっとご飯屋さんをどういうとこがいいかなと思って、はい、やっぱこう、なんだろう、団体行動だとなんかこう、沖縄らしさを感じないで終わっちゃうやつもいるかなと思っちゃって、俺どうしてもこうみんなに沖縄に来たぞっていうね、なんか居酒屋を探してたの。はい、でこれあの民謡を歌ってくれる居酒屋だったじゃない。ああ、歌ってくれましたね。じゃあ何歌ってるか全然分かんなかったじゃない。なんかこう、ね、沖縄っぽいってさ、リクエスト無視でしたからね。リクエスト無視だったね。なんかそうそうやってくれなかったですね。でもこうなんだろう、こう民謡のこう沖縄感がねすごい出てた。いや雰囲気良かったです。これで良かったのがさ、ここでもうみんなゲロゲロに酔っ払ったってことだよね。ね。すごい飲んでた。貝とか一番飲んでたのかな。そうだ ね, ね、今一番うちの店で若手な貝斗くん、はい、貝斗くんがここで本領発揮しましたね。いや、あれはないんですか、ステージに上がってる時の。ちょっと貝斗もかわいそうだから。あ、そうですね。じゃあこれこういろんな人が見れちゃうじゃあやめときましょう。そうそうそう、だからちょっとね、危ない写真はねちょっと載せないようにしてる。いや、よかったです。そうなんです、沖縄っぽかったですよ、すごく。すごい充実しましたね。うんうんうん、ね、よかったですね。なんだっけ、ゴーヤーとかもね、出てくるね。はい、美味しかったですね、一つの一つも。そう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 。とりあえずビールをね、ビールと青森。うんうんうん。シュンさんは僕の横にずっといたんですけど、やっぱシュンさん僕と飲むのは結構遠慮するんですよ。なので、シュンさんはずっと僕に背を向けながら飲んでましたね。そうなんですね。ああ、面白かった。じゃあ次の写真お願いします。はい、これは面白かったね。これは、あ、これはやばかったね、これね。シンがだってこれシャンパンのいやいや、これやばいでしょ、これこれね、でこうまあ、おのおのみんなね、こうばらけるんですけど、その
まあ、俺このいるメンバーでちょっとこう僕の知り合いのところに行きまして、はい、でずっと飲んでましたね。楽しかったですね。でここの、カラオケがさこう、はい、なんだろう、まだラストソング歌ったことないメンバーたちじゃない。そうですね、聞けました ね、歌声を、うん、そうそうそう。そしたらこう意外なこうコミュニケーションがこう取れたという、はい、ね、俺びっくりしたもん。つかさのが何歌うか知ってたんだけど、はい、そのカイトがどんな曲歌うとか、トキが何歌うかとか、そうですね、うんうん、そうだね、一人一人知れてよかった。そう、すごくよかったですね。うん、はい、すごいですね、カイトが原型なくなってますもんね。あら、しんちゃん、ナンバー入りおめでとうだ。あ、ありがとうございます、ね、先月、すごいいい数字出しましたね、これからですよ、うんうん、やっと始まりました、うんうん、気をつけていきます。良かったですね。はい、しんちゃんって内勤じゃないんだね。そうですよ、言ってやれちゃんと、プレイヤーですよ。うんうん、あ、僕ですか、調子、そうですね、はい、でも頑張っていきますよ。カニも神殿に移動って書いてますけど。僕ですか、僕神殿に移動なんですか。違いますよ。本当に誰がそんな誰がそんな決めちゃったの。あ、本当。あ、もう写真はもうこれぐらいですよね。うん、まだあるよ。あ、まだあるんです、うん、で、今回こう、まあちょっと短かったですけど、はい、しんくん的には どんな沖縄でした。いや、僕初、社員旅行を参加させてもらったんで。そうだ、初だ、はい、じゃあ、海外の時はいなかったの。いなかったです、うんうん、全然いなかったんで。いや、もう充実して、はい、やっぱ違いますね、こうちょっと少人数で行く旅行とみんなで、ね、うん、全体で行く旅行って、うんうん、社員旅行っていうだけあってこう人も多かったですし、うんうんうん、なんやかんやってこう別々になってもまたこう合流したり、さっきのね、はい、写真みたいに楽しい面が結構多かったんで、まあ、次は僕ちょっと海外にも期待を。そうか、次は海外ですね。はい、いや、よかったです。雨降らなかったですね。すごい珍しかったですよ、はい、雨が降らないなんて沖縄で。よかったです、うん、ちょっと僕も日に焼けちゃって。そう、結構焼けたよね。はい、もう背中が結構痛いんですけど。そうだよね、もうだって初日、え、初日じゃないな、2日目のもう昼間にホテル一緒に帰って、はい、もうひどかったもんね。いや、もう真っ赤でね、保湿保湿で、ね、2日目は2人であれだ、化粧水をさ、こう、あ、やばいやばいっつってね。そうだそうだ、うん、そうなんですよ、海でね、うん、ね、やっぱね、うん、キラーさんのバレーが上手かったっていうね。バレーボールをやったんですよ、ね、あんまり本気出しませんでしたけど。ちょっとね、レベルの差がつきすぎて、うん、そうそうそう、あのキラーさんも本気出せなかった。そう、本気出したらみんなかわいそうだ。ビーチバレーをやって、ちょっと得意なんですよ。ですよね、バレーボールは、見たら分かりました。すごかったです。そうですね、え、何、僕23じゃないですよ、もう14年目入ってます。ずっとね、ずっとやってます。次の写真お願いします。あ、あるんですね。うん、ほら、ビーチバレー、あ、今言ってた、うん、シンが ね、俺ね、偉かったのがね、笑いを取りにさ、この写真で一番右なんですよ。はい、一番右、ね、帽子かぶってる。そう、帽子かぶってるんですけど、はい、笑いを取りに行ったシーンが俺はすごい嬉しかったの。こうみんなを笑かそうとさ、はい、するところがすごい良かったですね。いや、そう、左側が、はい、ほら、刃ちゃんとしゅんさんと東也くんでしょ。あ、そうです ね。で、右側がシーンと俺とで、奥に葵くんか。あー、うん、はいはい、さんさんでやってましたね。でもこうやって見るとさ、それよりこう、あの女村のこの海がめちゃめちゃ綺麗だよね。こう空と、ちょうど人もいい感じに少なく、うん、全然人もいなくて、遊べましたね、うん、このバーベキュー会場もいろいろこう、あの、検索してこう決めたんですけど、はい、その、持ち込み可能なところがあんまりなかったんですよ、その食材をね。そういうのがあるんですね、規定が。そうで、なんかみんなでスーパーね、旅行だけどこう寄って買うのが楽しいかなと思って。あー、そっからも始まってましたからね。そうそうそう、バーベキューが。そうそうそう、なんか場所に行ってさ、それだけお金払ってなんとかじゃなくてさ、はい、みんなでこうすることがいいかなと思ったね。うん、シャリさんと BBQ 行きたい。ああ、俺も行きたい。楽しいですよ、結構、うん、ぜひ連絡じゃください。はい、ね、全然しますよ、もちろん。キラさんが全部段取りやってくれたんで助かりました。そうだね、楽しかったですね。楽しかったですね。
次の写真お願いします。これ良かった。あーいいですね。ね、すごい良かった。なんか本店、いやいいですね、うん、メンバーが集まってね。俺まあさ、このなんだろう、もうこれでさ、やいばちゃんと、はい、きよちゃんもこっから、はい、そうですね、行ってしまうしね、新店の方に。すごくそれは寂しいけど、いいことなんだけど、はい、今のメンバーでこう入れるのがもうラストだからね。そう、ちょっと考えるものがありましたね。この写りいいですね、しかしね、うん、ただこれさ、これからアップしていくじゃん、はい、他の写真もあるじゃん。これの裏話をもうパパッと喋ってあげたいんだけどこれの裏話で実はアップどんどんされていくんですよね。なんだ、トピックスとか、はい、これ実は背景を全部こうただ変えて、こうみんなでこうなんつうの、はい、90度曲がってるっつって90度曲がって4カット撮ったんですね。そう、4カット撮ったんですね。はい、また90度曲がってるっつってね。あたかもいろんなとこに行ったかのように、あれが笑っちゃったよね、はい、女性は来てないですよ、すず、はい、さんですね、おそらく。あー、すずか、ね、細い。それもう一回アップしてもらえます？あ、アップっていうか、大きくしてくれます？え、そんなにこれすず女性に見えるのかな。服装もそうですし、ちょっとね、髪の毛も長いんで。あ、確かに、ね、はい、女性でいいの。すずですよ、うちのすずくんですよ、はい、女性じゃないですよ。誰が撮ってるのかは、これはウェブ、あ、アンジくんです、うん、うちの統括ですね。そうですね、はい、撮ってるのはアンジくんです。合成でもないですよね。うん、よい棒を一番下の左にいましたよ。いました、うん、うん、よかったですね。よかったです、うん、充実しましたね、まず、うん、あ、や、やいばくん来ますよ、今打ち合わせしてるんで。いやー、ちょっと、休みボケしてませんか。いや、大丈夫ですけど、キラさん大丈夫ですか、筋肉痛とか、そういう日。いや、なってるよ。なってます、やっぱり筋肉痛だし、はい、目やばいしそうですよね、痛いし、体ボロボロじゃないですか。ボロボロだよ。睡眠もね、俺だって LINE 連絡とか誰も全部できてないもん。最悪だもん今。まあホテルに戻らなかったですけどね。もう飲みっぱなしで。いや、みんなそれぞれさ、個人個人のもさ、参加しなきゃいけないしさ。そうですね、いや、ぐちぐちではないけどもうね、バーに行ったし。沖縄そば3回ぐらい食べましたからね。あ、そうだね、沖縄のブルーシールっていう沖縄のアイスも5回ぐらい食べましたし、でもさ、昨日帰ってきて、はい、もうすぐ夕方からは、内勤は店行って、数字打ち込みと、あ、そうですね、俺は総括会議だったから、はい、こうやって、もう後半ではうちの本店しっかり数字上げますっていう話をしてたのね。まあ、仕事モードにね、やっぱ切り替えないと。そうですね。あ、写真終わった、わらっつってね、いいね。いいね。なんか、はい、今までだったらこう、しんくんはどんな夏を過ごしてきましたか、大阪で。あんまりね、海は行かなかったですね。うん、そんな遠くもなかったんですけど、結構インドア流行ったので、ほうほう、もう大阪で夜やってた時もちっちゃいところで働いてたんで、そんな大規模にこう、社員旅行とかなかったんで。あ、そっか、知らないのか。うちのしんくんは大阪出身なんですよ。大阪です。で、東京に来たのが いつか。半年、7ヶ月ぐらい前ですね。もう写真出てこないからいいよ。しあ、はい、なんか寂しいやん。ここが寂しい。どうなの。いや、もうやっとね、さっきもナンバーって言ってもらいましたけど、やっと始まったなと。うんうん、あ、まあね、そうだ、ここから半年前か、はい、そうだよね。そうです、まあ、うん、自分のことですけど、やっと寮も出れたんで、うん、ああ、そうだね、はい、うん、やっと始まったんじゃないかなと。うんうんうん、すっごいもう、毎月ナンバーに食い込んでやろう、うん、おお、はい、別に地元は捨ててないもんね。地元は別に捨ててない、ね、大阪はラブだもんね。別にでもさ、社員旅行がね、はい、じゃあ来年の、じゃあ国内旅行は春夏って決めてるんだけど、はい、大阪だったらどう。いや、別に僕は全然楽しめます。あ、そうなの。いや、ほら、どこに行くかじゃないじゃないですか。
誰と行くから。イエーイ、そういうことかい。そうですよね。この仲間で行くのがまた違うんじゃない。俺北海道だったら絶対嫌だ。正直。正直ですね。いやだってさ、もうだって大阪生まれ大阪育ちでしょ。はい、で大阪で仕事してるわけでしょ。そうですね。だってさ、みんなで行ったらさ、もう、はい、もろ観光地に行くわけじゃない。ああ、そうですね。自分も。そうなりますね。もう何十回も見てきたわけじゃん。俺も北海道でそうだからさ、なんでそれ、もう全然楽しめない。札幌とかね、うん、そういうとこも、うん、何度も見たいですよね、函館。うんうんうん、そっか、うん、なんかだから大阪の夏ってどういうところにこう行くのかなと思って。夏、やっぱこう、うん、白浜とかちょっと大阪離れて和歌山聞いたことある、はい、白浜そういう海はあるんですけど、うん、やっぱ、うん、全然違いますね、その沖縄と比べたら。大阪だけど、大阪の、海ではなくて、大阪じゃないです、やっぱ関西ってなったら、そう白浜とか、島とか、はいはいはい、そういうちょっと和歌山にある。そうです、大阪を離れたところにしかないんで、うん、で、もうこっちのほら、神奈川みたいなさ、江ノ島みたいな感じで、はい、バーベキューしたりするわけ。もう人がすごい来るわけ。そうですね、人がもうすごい水着の人が多くて、すごい海が汚いところです、うんうん、それあれだ、やっぱこっちの江ノ島とも一緒だ。あ、そうなんや、うん、都会って感じなんでね。うん、もう沖縄比べたら全然違いました。そうだよね。江ノ島より汚い。知ってる人は知っているんで。え、なんなの、ピチピチピチビーチってあるの。ピチピチビーチ、ああ、うん、そういう名前なんでしょうね、そういう、白浜やったりスマとか、そういう。なんなのこれ。スマっていう、スマです、はい、神戸の人はスマっていうとこに行く。白浜とスマっていう2つがあって、はあはあ、まあ、どちらもそんなに綺麗ではないんですけど、まあ、どちらかに行きますね、関西。はいはいはい。サーフィンとかやってる人とかいるの？あ、います。あ、そうなんだ。いますけど、汚いです、うん、水が汚い、はいはいはい、じゃあよ、はい、俺バーベキューがすごい好きなんだけど、はい、大阪のその海に行かなくても、その なんつうの、バーベキューしようぜみたいな人はどうするの？そこはまたバーベキュー会場は別にあるので、海とは全然また違ったコンセプトで、うんうん、川とかでやるんじゃないの？違いますね、そう言われてみれば。都会やったんで、ちょっとこう、コテージの横にそういう会場がついてて、はいはいはい、まあ、泊まれるところもありました、うん、ちょっとごめんね、自分ごとなんだけど僕はだから網走は全く関係ないんですよ。あの刑務所あるとこですね。網走、俺札幌なの、はい、で、室蘭生まれでもないですよ。僕、旭川生まれなんですよ。旭川生まれ、室蘭育ちで、18から僕、札幌なんですね。で、実家は札幌なんですよ、はい、だけど、網走は全く関係ないですね。網走だって刑務所以外ありますもん。いやいや、お前それもダメだよ、網走ちゃんとした市だから。あ、市だ。ただ、網走と関係ないのに、この番組で絶対網走出てくるんだよ。なんで、なんかイメージがね。洞爺湖生まれでもないです。洞爺湖には友達いっぱいいますけど、それイメージなんですよ。ごめんね。いっぱいね、こう、北海道は離れてるんですよ。全部広いですもんね。そう、もう何百キロ離れ。あ、何百キロでも離れてるんですね。全然違う。はぁ、うん、フロランの前に網走でしょ。網走で降りてたから、そんな時代に生まれてねえし、俺網走推しですね。捕まってねえしさ、うん、カニだからって網走じゃねえし。すごい、北海道、端から端まで結構遠いんだもんね。あら、嬉しい。じゃあしんくん指名で行きたい。だってぜひぜひお願いします。しんくん指名したら、どんなこう自分がいます？得点ですか？うんうん、得点はね、なんかこれは人に負けないぞみたいな。やっぱもうすっごい、まあ半年以上経ちますけど、はいはいはい、うん、まだ取れないのかっていうぐらいのこってこての関西弁が聞けますよ。うわ、耳に残るんじゃないか。俺はもう結構慣れたよ、しんくんの関西弁って。あ、よかったです、うん、最初の方結構キラさんにもね、ちょっと指摘というか怒られることもあって。いや別に怒ったわけではないんだけど、ちょっと俺もびっくりしちゃった敬語じゃないっていう、そういうちょっと関西なまりそうだしねみたいな感じで言われると、うんと思ったんだよね。ね、いやでも言ってもらえてよかったです、うん、ちょっとね、はい、でも今はもう分かったからよかったけど。そうですね、関西弁で敬語ってちょっと難しいですね。そう、難しいですね。でもやっぱ関西の方と喋ると、はい、もうそういうモードに入っちゃうでしょ、勝手に。あ、そうですね、やっぱこう地元というか、うん、電話とかで喋ってると、はいはいはい、うん、やっぱもうすごい地元感が出ますね。うん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 、あ、そう、
別に出るお腹ではないもんね、今頑張ってるでしょ。じゃあもうすごい沖縄でもね、はい、沖縄ではちょっと食べ過ぎたかもしれないけど太りました、うん、やっぱり、うん、2キロ太りました、うんうんうん、ちょっとコメント拾ってみますか、はい、札幌と函館と網走だったらどこがいい、うん、ちょっとこの間行ったばっかりなんで函館推しになっちゃうかな。函館行ったことありますか。いや、ないですね。札幌はあるんですけど。札幌はありますか、はい、登別はどこですか。登別は函館、道南になるんですけど、室蘭の方ですね。登別の温泉は行ったことあります。ああ、はい、あっちの方行ったの、うん、地獄谷があるとか。あ、そうですそうです、地獄谷も行きました、うん、鬼がこう待ってんだよね、赤と青のね。そうそうそう、俺じゃねえからな、言ってた。あ、赤ではない、違いますね。そうそうそう、硫黄の匂いがね、うん、そうで、函館って町はイカがすごい取れるんですよ。あ、イカ、あ、はい、新鮮なイカが。そうそう、朝から朝のもう3時とか4時ぐらいからずっとこう海沿いにこう電気がバーって見えるんですね、それ全部漁船なんですよ。で、それイカ漁をやってて。あ、それ多いんですね。そうで、朝になったらその新鮮なイカが全部漁港に集まるから、はい、イカをそのまんま新鮮なうちに食べる。なんか噂によると透明らしいじゃないですか。そうそう、イカがすごい透明よ。見たことないですけどね、僕はまだ大阪育ちだったんで。マリモが有名なところはマシューコとか、あちら網走の方ですね、根室とかの方ですね。うん、あかんこかな、確か。うん、礼文島行ったことありますよ。はい、うん、島なんですね。うん、そう、島です。そうですね、網走に寄せたからウケるな。あ、もうじゃあ今からちょっと、はい、こう関西弁バリバリで行ってみてよ。関西弁バリバリですか。関西ノリで行こうよ。関西ノリで行きますか。そうそう、関西弁で行こうよ、うん、やっぱね、そうやね、うん、まあいい。え、あのさ、俺がさ、エセ関西使うときさ、どういう風に思ってるの。キラさん結構上手いですよ。そうだ、俺エセ関西使う、使うやんみたいな、うん、やるでしょ。自然ですけどね、やっぱこう自然じゃない人と言いますけど、はあはあ、キラさんとか、はい、やっぱ自然です。ちょっと清野さんが使うエセ関西はちょっとあるね、エセですけど、エセだ。無理やり感がまた面白い、うん、これね、北海道の時からね、はい、自分でエセだって分かっときながら言っちゃってたのね、はい、なんやねんみたいな感じで、ね、はい、言ってた。そういうノリがね、そう、そう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 、やっぱ楽しいもんね。なんでだよっていうより、それは大事ですよね。ドミジュリについてどう思いますか。いや、いいお店だと思ってますよ。僕何も言ってないですよね。はい、いい店だと思ってます。はい。なんかこう歌舞伎町に来て何かエピソードとかありますか。歌舞伎町エピソードっていうか、やっぱ、うん、新宿から出ることがないんで。新宿から出ることない。はい。うんうん。そうですね。ほんま沖縄行ったちょっと浮かれたぐらいで、全然新宿、その東京で言ったら新宿。基本家から出勤だけなんで、家からこう歌舞伎町に来るまで、はい、なんかこうなんだろう、事件とか起きたりまだしてないですか。事件ですか、うん、事件や。結構インドアなんですごい事件とかはないんですけども、最近暑すぎて、うんうん、まだ売れてないのに、はい、全然売れてなくてお金もないくせにタクシーで出勤するっていう、うん、事件ですよね。もうあれがこれが事件です、ね、ちょっとナンバー入っちゃったらもうタクシー乗ってた。いや、そのまあちょっと家も離れたっていうのもあって、うんうんうん、歩けるちょっと暑さでもないので、もう事件と言ったらもう今の距離は乗っちゃうよね。歩いて30分はかかりますね、うんうん、はい、もう出勤の時にはもう汗だくになっちゃうので、うんうんうん、俺なんかあれだよ、ちょっとみんな笑ってほしいんだけど、俺歌舞伎町の入り口まで俺チャリンコで来るから、はい、つってイメージがもうイメージがピーッてすっげえ気持ちいいのよ。ああ坂なんですね。ピーッてチャリンコで入り口になったらすぐ止めてさ、でもう何食わんのか普通に。入り口まではね。そう、入り口、歌舞伎町の入り口までは。いや、新鮮ですね、キラさんのチャリンコ姿。なんかさ、ほらちょっとは体を動かさないと太っていく一方だし、あタクシー代も浮くしね。あ、そうですよね、うん、
もし何か見かけたら特典とかあるんですか、キラさん。見かけたら、もう見かけたらお願いだから、このことは言わないでねっていう、お金を包むお願いっつって見つけましょう、皆さん。お金包むか、もうどこのご飯がいいって言うわ見つけましょう、ぜひね大阪と歌舞伎町の違い。あ、そうだ、それはあれだね、シングルじゃないと分かんないですね。すごい大阪ってこう、ノリの街で、ね、うん、面白くて、トークもすごい、ノリもすごいって言いますが、はい、変わらないです。変わらない変わらないというか、やっぱ、なんか別にほ、なんかベタ褒めするわけじゃないですけど、はい、やっぱ本店のスキルが高いだけですかね、もしかしたら。あんま、だからノリとかも、まあ、変わらないです。別に本店も全然ノリいいですし。あ、そうですか、はい、やっぱ僕はずっとなんか、まあ、確かにいろんな街に飲んだり したんですけど、はい、大阪の方がこう絶対的にこう面白さがあるっていうイメージですよね。イメージがずっとね、はい、強いですね。なんか笑いの街みたいなイメージ。そう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 、やっぱ拾えない時もあるし、自分でも。あ、そんなことある。家帰って結構反省するあー、あの場でなんでこう自分よがりに喋ってしまったんだろうみたいな。もっとこう笑いを追求すべきだった。平さんでもあるんですね、そういうことを考えようですね。だからどうなのかな。だってもう大阪で10年でしょ。10年いましたね、ね、水商売で、うんうん、全然全然もう変わらないですね、うんうん、ノリも全然。あ、ねえねえ、たださ、あれでしょ、あの大阪と京都の違い、京都にだけは負けたくないんじゃない、大阪の方って。大阪魂、うん、別に大阪ラブですけど、そこまで強くはないんで、うんうん、ただ周りは京都と一緒にしないでとか。ああ、そう、よく和歌山、うん、はい、奈良、まあ、兵庫。でも、和歌山とかなんて、だってみんな和歌山の人は大阪に飲み行くんじゃないの、はい、だって、まあ、それもありますけど、あの、分かりやすく言えば、ほうほう、そうですね、こっちで言う、なんか、あの神奈川の人、うんうんうん、横浜の人は横浜って言うじゃないですか。そんな感覚で、関西の人は関西って言うんですけど、大阪の人だけ大阪って言うんですよ、はい、地元のことを。俺大阪出身。あ、そういうこと、ね、和歌山の人とかは関西出身って言ったりするので、そういうなんか大阪魂みたいな感じられますね。確かにね、そうなんだ。そうですね、滋賀は関西って言ったら兵庫、京都、奈良、カニ、バカタレか。なんで俺がお前そこに一つ入ってんだよ。え、僕も関西でーすって、バカタレか。ねえ。カニって。俺もなんでカニか分かんないわ。本当に。まあ、滋賀は入ってるでしょ。滋賀もありますね。滋賀、でも、うん、三重は入ってないかな。でも滋賀は入ってますね。三重県はどこに入るの？あれも関西に入るんじゃない？いや、中部というか。あっちか。そうです。ただ関西弁ですよね。うちもあのルイト君が三重の子なんで。うん、関西弁です。はい、うんうんうん。ただね、面白いのがやっぱ、うん、三重とか名古屋の人は、はい、自転車のことをね、いまだに蹴ったって言うんです。蹴った蹴った、蹴った乗っていくぞって。方言でしょうね。ちょっと当てたいな。蹴った。蹴った、蹴った行くぞってことは何か乗り物だよね。あ、そうです。うん。蹴った。蹴ったいな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 はまた違う話になるだろう。それ方言で違いますね。車の、あー、惜しいです。チャリンコだ。そうです。じゃあ俺も蹴ったら。蹴ったです。俺も歌舞伎にはやっぱ蹴ったで、歌舞伎の手前まで、入り口までは蹴ったですよね。今日も蹴ったっつって。もちろん蹴ったっつって。そうですね、チャリンコですよね。あー、すごい。あー、いいね。あ、僕、俺そういえば、はい、あの今月から1時間になったんですね。あの、このニコ生の、はい、ニコ生放送が、スマートフォンというか、はい、で、僕初めてです。こう、こんだけ。いつもはこの30分でちょうど、今ね、CM 入れるんですけど、はい、終わりなんですけど、今日は嬉しいです。うん、はい、じゃあ一旦 CM です。はい。たくみさんってなんでそんなカリスマなんすか。俺はカリスマなんかじゃないよ。やる気と根性さえあれば俺みたいにかっこよくなれるよ。一生ついてきます。君もロミジュリでホストしないか。おはようございます。
めっちゃ響いてる、ね、はい、急にねちょっと赤から青に変わっちゃいましたけど、はい、変わりましたね、ちょっとね傷口が開いちゃったらしいから。ちょっと俺もそんないでよ。俺はそんないでよ。俺はそんないでよ。トイレからずっとあーいって声したから。本当ね、俺の本日2回目あーいやろうかなとおしっこしながら思ったらさ言うもんね。取っちゃいましたね。そこは言わないとね。びっくりした。いけないから。そう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 。よしよし。あーダメだ声。枯れちゃって。急に。あーおじさん来てくれてありがとうございます。あーいえすいません。お疲れ様でした。ワインのことをやっててくれたんですか、ね、はい、あのそうですね、ワインのちょっと引き継ぎの作業をちょっとしてまして、はい、あれなんですよ、うちの葵さんがなんとあのグループ全店のワイン部長ですもんね。ああ、そうなんですよ、大々的に言ってないんですけど、あの、まあ、グループのね、ワイン管理はもちろん、あと事務所1階のワインショップ、うん、キートスね、あ、そう、キートスの、うん、あそこのやつもやることになったんで、ぜひそっちの方も皆さん来てください。ワイン部長なんですね。そうなの、そんな初耳です。うち、あ、そっか、はい、そうだよね、まあ、うち本店ではさ、あれだけども、うん、うちのスマップグループ全部のワインのあの統括なんです。あ、そうだね、みんなの前に来てなかった、うん、そうですね、言ってもらった方がいい。あれ、そうだよね、なんで発表しなかったんだよ。そうだね、うん、毎回ね、ライブ発信してる、うん、俺だけがガンガン言ってるよ。確かに。いや、てかサバスーツじゃねえし。これサバから自衛隊スーツだっけ。そうだから迷彩だからサバじゃないよ、サバイバル海軍から、サバイバルスーツ。ワイン部署でもねえし。いや、ずっとしんくん来てくれまして、あの、まあ沖縄の話もしてたんですけど、しましたね、しんくんのあのやっぱ出身地である大阪の話も今ちょっとしてたんですよ。大阪、ちょうど、うん、なんかやっぱ歌舞伎町と別にそんな僕のコンプレックスであるこうこっちの方がやっぱ面白くないんじゃないかなって思って、やっぱシンクにぶつけてみたんですけど、そんなことはない、変わりないですね、やっぱ大阪と東京も。おお、はい、大阪でも俺1回しかないからな、あんまりノリの良さがやっぱ大阪の方が俺はあると思うんですけどね。確かに、うん、全然負けてないですね。沖縄行って髪の毛取れてねえから。でも元からこれぐらいだわ。まあ、確かに取れちゃった、短くなっちゃったけどね。え、何スティンガーの CM に流れるとドキッとする。東宝の前でそんなあるんですか、スティンガー。この間僕あのあれオープン祝い行ってきましたよ、スティンガーさん。僕のあの北海道のスティンガーさんの CM 来たんで。ああ、なるほど。行ってきましたね。あ、この間行った時の。はい。え、東宝で流れるんだ CM か。うちもなんか大々的にやりたいですけどね。次の写真お願いします。ん、あ、これ、あの幹部でね、幹部のね、そう。そうそうそう、まあちょこっとでいいですよ、もうここの飯結構うまかったよね。うまかったんですよね、なんか、なんだろう、本当はね、全体行動でちゃんとやりたかったけど、うん、ちょっと幹部だけのこう、わがままでしたね。なんか本当はなんか行くお店行こうあったけど、なんか予約取れなかった。取れなかったですね、しかもそうっつって、なんか最後のなんていうの、でも誰も切り出さなかったじゃないですか。あ、これが最後だねみたいな、うん、俺ずっと思ってたの。これ最後だし、うん、みたいな。まあ予約いないけど、うん、で集まるっていうのはね、なんかいろんな会話がこうできたなとは、うん、思った。だってしゅんさんからちょっと幹部だけで最後ちょっと飯しないかって言ったって。ああ、海の帰りでしょ、ね、多分集まって。あんなことはない。今までこう、なんかやるにしても、あ、やりますかしゅんさんみたいな感じでこうやってきたのに、しゅん、うん、さんから言ってきたのはびっくりしましたね。なのに、うん、ロビーで集まった時、うん、一番最後にしゅんさんが一番最後に来るのね。しゅんさん集まりめっちゃ遅いの。絶対寝てるよ。びっくりした。だって俺行くとき、シン横でぐっすり寝たんだから。おやすみなさい。すいませんね、ちょっと先の写真、なんか山崎芳生が写ってる。山崎芳生って誰？もう一回見たい。え、もう一回すいません。え、山崎芳生誰？はい、どこどこ。黄色い服で山崎芳生。黄色い服って、あ、分かった分かった分かった、キヨちゃんだ。あ、キヨさん、もう一回写真。ほらほら、あ、ちょっと遠いわ。山崎芳生じゃない、高橋のさんか。そう、高橋のさんか。あのね、まさか、いろんな
いろんなところに言われてたよね。いやなんかね、超似てる似てる。タカだタカとか言って、どの集合写真に言われてたから。あれ面白かった。キヨちゃん髪を切りすぎちゃって、うんね、バッサリいきましたね。先週の放送でキヨちゃんとヤイバ君に出てもらってて、それに、ユキ君とかも出てもらったんですけど、うん、俺函館でちょうどもう結婚式やってる時に。あのちょっとはね、僕休むわけにもいかなかったけど、こう行かざるを得なかったから、うん、ペッて見たんですよ、結婚式でこう流れてるんですよ、感動的な、うん、はい、その時にペッて、音ペッて出ちゃったから、スーパーって戻してじっくり見たら、キヨの髪の毛あれ衝撃系なんだこの髪やみたいなね、あれすごかったな。そうで、毎回あの外移動とか車の中でも大丈夫青い、大丈夫青いっつって前髪パッカン行ってないみたいな、はい、パッカン、パッカン行ってない、大丈夫ってすげえ言ってましたね。ずっとそればっか言ってたな。いや、うん、そうだよね、やり方はまだだよね、来るはずなんですけどね。ああ、してますね、ね、でももう、もう今月入ってもやいば君と清丸君はもうずっと新店のことで忙しいですからね、うん、ね、全然お店でも、お店にも来れないです、ちょっとどうとかね、うん、まあでももうとりあえず今月はそんな感じですね。もうあと2週間ですからね。そうですね、うん、もう月の半分終わったんで、そうっすね、早いですね。青井さんはどうでした沖縄は。いやもう疲れましたね、ずっと運転だったんで。あ、確かに、あの、うんうん、やっぱ海でバーベキューしたじゃないですか。はい、飲みたかったっす、マジで。あ、そう、俺も飲みたかったの。飲みたかった、めちゃめちゃ飲みたかったの。飲みたかったけど、運転もあったし、ちょっと俺、車ね、擦ったというか、汚しちゃったしね。あれはね、ずっと掃除してたから、車の。本当びっくりしましたよ。いや、俺も忘れたわ。で、あの、アイスウォーターチャレンジみたいなやったじゃん。うんうんうん。で、あの時に車のキーを水着に入れっぱなしで、ちょっと濡れてたから、それもぶっ壊したんじゃねえかっていう、すげえ焦りで。なんか常にヒヤヒヤしてたね。俺はもう、あの、本当はあれ半分にしたんですよ、車の台数を。あ、うん、でもツアーでは本当はもっと倍で人数が多いから、それで借りてたんですけど、もうずっと頭の中がもう心配でしょうがなかったんですよ。もうもしもね、事故を起こしちゃって、もうなんか死亡でも起きちゃったら、もう本当にね、心配だったんで、だから台数減らして、ちょっと幹部だけでこう運転してもらいました。うんうん、そのだって8台だったよね、最初。そうです。絶対1台ぐらい事故危ないよね。そうやっぱこう、なんだ、若い子たちはやっぱ運転したい子もいるんですけど、うん、ちょっとね、人数多すぎですよね、うん、まあそうしましたよ、うん、そうですね、うん、そう、バス借りろよ、ごめん、ごめんね。まあでもバス借りちゃうとね、みんなバラバラに動けなかったからね、うん、そうだね、今度はちょっとバスにしますかね、もうそれはもう、ね、こう距離感が掴めなくて、せっかくこぼしてる。そう、そう、それやったんですね、せっかくこぼしてる。せっかくこぼしてる。仕方がないですね。あれも流したんですか、もう男気じゃんけんとか。いや、あれ流したら、あ、うん、あれ流したら、ほら、今アデオスにいるさ、ほら、ね、銀ちゃんって人が怒るから。あー、何やってんだよ。あのね、男気じゃんけんやると怒られて、怒ってるっていう悪影響だから、いや、うん。懐かしいな、あったな、そういうことも。あ、でもあれですよ、遅刻しましたけど、すずくんはちゃんと立派に来ましたよ、ね、うん、2日目にはね、本当に、そう、合流して海からね、そうそうそう、旅費はそうですね、あのうちの、本店からの経費で、あの全員出します。ですよ、よし、銀さんを怒らせよう、怒らせよう、よし、今日も怒らせようかな。俺さっきそのアディオスにお土産渡しに行ったから、あ、ちょっと待って、うん、あれ、本店からのも持ってってくれました。あ、持ってた持ってた、そうだった、うん、ちょうど、あー、俺もお腹すいた、ね、何食べた、俺もお腹すいた。いや、僕もね、多分サバ、うん、沖縄行ってから、食欲が増えてしまいまして、いや、そう、胃袋がさ、そう、大きくなったんでしょうね。いや、俺、しんくんには本当申し訳ないんですけど、はい、あの沖縄行ってね、俺と同じ部屋だったんで、うん、はい、あのもうバーベキューでご飯食べたんですけど、うん、もう、はい、沖縄もう明日には帰るってなってたら、もう沖縄らしさを全部こう詰め込みたかったの、うん、で、あの俺一人で行くのもあれだし、うん、でもしんくんにも味わってほしいかったのね。でもしんはね、全く
俺お腹減ってないですから。そこはね多分俺のことをもうさらに嫌いになるだろうなって思ったけど黙って頼んでるいやね、やっぱこう行ったら後で嬉しくなるかもしれないと思ったから、うん、確かにね、行ったんだよね、ステーキね。いや、美味しかったです。じゃあ、新幹線帰り、あ、よかったですって言ってくれたよかったと思ってやり続けて。でも、言い方としては俺さ、言い方ひどいじゃない。だから、新幹線行くぞ、ほら、うん、って言ってるけど、心の中でヒヤヒヤよでもさ、その後で、で、公設市場っていうのも新、あの、せっかく来たんだから見た方がいい、写真撮ろうって言ったよね。そしたらさ、あのそこで島らっきょうバンバン食わしてくれる店員さんがいい人ですよね。いい人なんだけど、これもどうずっとなの、うん、もう腹いっぱいなの、これお腹いっぱいなってきてもいろんなとこで食わされるんだよね。なんでか、うん、そうそう。いやでも詰め込みましたね、さあ、タンダギも食べて、うん、だからね、あのその後にすぐ1時間後ぐらいに幹部見て、幹部見てきて、幹部の飯会やって、まあ食えない、うん、そうだから最初マッサージにしませんかみたいな。でももちろんそうそう、唯一トウヤだけが食べてなかったって、うん、あ、そうだね。俺もその、アズマとシンがステーキ食べてるのを写メ見て、はい、あれ、アズマこの1時間ぐらい食うんだけどな、飯みたいな。でも、でだから俺もちょっと、つまりごめんちょ、俺はさ、だからね、二人の思いでさ、同じ、ね、よかったです。みんなやっぱ優しい前菜って、こう島らっきょもそうですけど、いろいろとね、この人結構サービスが、うん、俺ね、あったかい方の人って優しいんだと思うよ、絶対。そうね、あ、心に余裕があるというか、なんか車運転してても思ったね。あ、そうそう、みんなさ、スピード超遅いじゃん。あ、確かに、うん、だって出したって出さなくたってほとんど変わんないから。確かに本当にそうよ、うん、だからもっと綺麗にゆっくりした安全運転した方がいいんだよ。そう思ったらさーって後ろからアスマが抜いてったけどね。あ、あれはね、シュンさんがあまりにも早く帰りたいオーラを分かりましたっていうことよ。なるほど、空気を読んだの。空気を読んでるよ、ずっと。だってこんな砂浜に行きたくない俺は出してくんだもん。ガチかっつって。俺はね、観光も兼ねていろいろ行けるんですよ。一応ブランディング言ったの、こう海中道路もあります、うん、左手それで嘉手納基地ですとかいろいろ言ってんだけど、うん、全然通じない。あ、助手席でしょ。そうそう。で、海ぶどう食べた。そういえば食べてないです。食べてないんだ。もったいな。そっか、あの時食べればよかったね、公設市場でね。しばらくばっかくれたね。いや、実はあの後俺ら食べたら、あ、もう海ぶどうめっちゃうまくてさ、めっちゃうまかった。新鮮ですもんね、やっぱり。もずくもクソうまかったし、うまかったっすね、海鮮が、うん、めっちゃうまかった、じゃあ、2回目の CM です。あ、2回あんだ。はい、匠さんってなんでそんなカリスマなんすか？俺はカリスマなんかじゃないよ。やる気と根性さえあれば俺みたいにかっこよくなれるよ。一生ついてきます。君もロミジュリでホストしないか？おはようございます。めちゃめちゃいいですよ、びっくりした。新宿ってこんなにすげえんだ。ほんとだってね、普通こういうメスとか扱うのって普通まず土日ダメじゃない。うん、うん、確かに。でしょ、俺も結構安心して行ったの病院に、はい、全然そんなことない。やるよ、ちったよ、うちだよ。怖いわ。心の準備ができてないもんね。でね、多分見るからになんだろうね、絶対お酒飲んじゃダメだよって言われて。バレましたね。はい、わかりました。そうですよ。あれ、今月の、センセーションイベント、はい、ね、先月から、やってこうって決めて、あの真っ白でね、みんなで揃えた白い日は、うん、今月はどうなんですか？これですね、26日に26また、うん、はい、前回やってみてね、ちょっとなかなかいい空間を作り上げることができたんで、うん、はいはいはい、
で今回またね、うん、ちょっと違った、まあ、スパークリングワインですけど、うん、はいはい、そういうセンセーションになったボトルをご用意してるんで、うん、ぜひ楽しみに。26日専用のボトルですか。はい、そうです。そういうことですね。うん、もうそれもまさに真っ白なボトルなんで、うん、綺麗ですよ。ちょっと楽しみですね。僕は逆にあのお客様もそうだし、見てくれる写真を後々見てくれる方にもなんか楽しんでもらえる、うん、あきっとね、その上がる写真とかかなりいい感じに、うん、そうですね、なると思うんですよね。前回も多分みんなもさらにパワーアップした格好で来ると思うから、うん、そう、真っ白で、しかもほら、うん、青井さんに買ってあげたじゃない向こうの T シャツ。あれだから着てくるからね、俺どうしよう、ちょっとすっごい、もうね、あれすっごいよな、コンセプトが青井さんですからねぜひね、その、うん、マジ着てくるから、ちゃんと、うん、途中で着替えた方がいいのかな、うん、最初からずっと着てたらちょっといじめになっちゃうから、そうだよ、ね、普通に着替えて、うん、そうだね、うん、フルーツのワインはその日はないけど、うん、おい、あ、でもそのね、スパークリングはなんか氷を入れてワイワイして飲もうっていうテーマらしくて、うん、あ、まあ、そのシャンパンが、ね、そうそうそう、カクテル的なノリなんで結構、うん、フルーツなワインよくもまあそういうの見つけてきましたね、さすがに。いや、やっぱそこはね、いろいろ深海もめっちゃ行ってるし、でも深海でそういう、うん、なんだろう、こうちょっと外れたじゃないけど、ね、異色なワインなんて深海で出さないじゃないですか普通。いや、でも結構あるよ。深海、深海深海俺でもサバ、サバじゃねえからいや今日は飲んでないですよ、まだ水飲んじゃってるし、なんかほらこうやって1時間で今もう50分経ちましたけど、あ、うん、もう早いですね、50分、うん、まあ本当は今月の初っ端からやるべきだったんですけど入れなくてあれだったんですけど、はい、なんか構成を考えてるんです実は番組、これみんなでも考えてほしいんですけど、僕あれテレフォンショッキングみたいにショッキング、あー、あれやりたい、あの、いいともの、今いいですね、そう、わかる、うん、で、携帯つなげて、はい、うん、うちのグループのやつから始めていきたいんだけど、いいですね、来週は来れるかなみたいな、はい、あ、いいですね、そう、いいですね、それいいね、そう、なんか、ずっと喋ってても俺なんか全然つまんないし、こう、なんか分割してこうやってきたい、うん、4分の1は来て、なんか最近お仕事どうですかとか話してきて、それはもううちの本店だけじゃなくていい、ね、アピッツとか、うん、ね、オーパスとか、うん、アデオスもね、それ面白い、そう、面白そうだね、うん、面白そう、だから俺がシーンに電話かけることもあるかもしれない、あで営業中だからちょっとね、うるさい感じで、これさ、ね、あの人に電話しようよっつってさ、うん、そう、バンド知らねえぞ、切ないよねそれはちゃんと事前にね、俺がやって例えばそしたらほら、こっち側でさ、はい、ちっちゃくさ、なんかね、テロップでも出たら、うん、面白いかな。いや、面白いですよね。え、やってたの？あ、他の番組でやってんだ。それやってるよね、それはね、うん、いや、別にあれでも真似じゃないんだけど、うん、今コメント見てはやって、さすがっすね、うん、なんかね、やりな生電話あれ面白いかな、うん、ね、うん、なんか他にないですか、ないですかね。でもなんかちょっと考えたらいろいろ出てきそうだよね、うん、このね、番組だからこそできるっていう、うんうん、せっかくこう時間も増えたんやったらね、うん、いいですよね。お店をドローン飛ばして中継危なくね、お店をドローン飛ばして中継お店中をってみんな映りまくりじゃねえかそうなったら本当だね慣れないよ。あと視聴者さんからのなんかこうお便りみたいなのを読み上げて、ああそれについてこう話したい、うん、だからもう完全にテレビのパクリだけど、うんうん、確かに、いや、いいです、あれ面白い、そういうの、はい、うん、怒り浸透みたいにしたい、いいですね、お何々に怒ってますみたいな、多分だからホストにはもう怒ってることばっかりだと思う別だから間違いない嬉しいですね、お便りが来れば来るほど嬉しいです、うんうんうん、いいね、うん、あー、夜更かし路線ね、月曜から、あ、月曜から夜更かし路線ね、はい、いや、あんなのやりたいけど、それ AD いっぱいいないと無理だでしょ俺頑張って下調べしてね、相当声かけなきゃいけないよね、あれねでもね、やってみたいですね、そういうのね、うん、お悩み相談かもね、うん、あ、そっか、動画、スマホでね、動画撮ったりね、うん、
あ、そう、足、今足ぶつけてましたよく見てますね、見てんなあ、そっか、iPhone だからフェイスタイムもできるのか、大体。なんかないかな、今後が楽しみですね。あ、俺だからピックアップして、じゃあ例えば今回は葵さんにちょっとピックアップしたんで、うん、葵さんの家まで突撃して、うん、あのいろんなムービーとか撮ってね、うん、こんな感じでしたねみたいな感じでさ、 VTR と、VTR っていうかさ、その動画とともに喋る内容とかしてって面白いかも。なるほど。だからしんくんの、はい、私生活暴露みたいな、あ、そういうのもね、ちょっとね面白いかもしれないしね七変化してきて、あ、アスマキラーガキつかないやつでしょこれ多分。七変化、アスマキラーの七変化みたい俺が女七変化いいよやってあるけど、どんな七変化かみたい結構ハードルがすごいです。悪しい意味でガキつかないやつでしょ、ね、え、何何、お、知らない、逆に知らないかもしれない。なんか何もやってる、7回、打ち合わせの会議室の中にそのダウンタウンさんとかなんかレギュラーメンバーとスタッフがいて、うん、笑ったら罰金で1000円って言うんだよね、うん、その間にその出演月で7回なんかネタをや、ネタをやるみたいな、キャラクターに、あー、笑ったら1000円俺がもらえんだ、やる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 、そうそうそう、それどこでやるかだよね、うん、それ撮ってきてってことでしょ、だから撮ってこなきゃいけない、撮って流すってことでしょ。じゃあうちの会議室にまず撮って、うん、カメラ置いて、あ、ここ、あ、ここで、あ、ここで、いいよ、あ、向こうから出てきてみたいな、いいよいいよいいよ、あー、いいよいいよ、いいよ、やってる。じゃあ俺が笑かせいいんでしょ、喋らなきゃいいのかな、喋っちゃダメなんだよ、喋っても、喋ってもあり、なんか曲とかも使ったりとか、なんかエキストラとか使ったりとかしてて、俺もこの間渡辺直美のやつ見た。あ、じゃあ何人ここに俺のこうやってもらうやつ必要なんね、大変だよ、今のタイミングでこうなとか、俺打ち合わせいっぱい大変じゃん間違い、違う、違う、そう、考えも大変だし、俺徹底的に笑かしてやるから、そういうのもあるのね。あ、そう、なんか面白いことをね、そうですね、考えています。芸人かってなそろそろ芸人枠が来てますよね。いやいや違う違う、俺はホストだよ、はい、間違いない、そうだよ、悪魔だからねそうだね、もうみんなに謝んなきゃいけないね、今日は刃君来なかったですね、すいません、うん、ちょっとタイミングがちょっと刃君としっかり話し合っておきますはい、最低怒られてる、すげえ笑ってる、すごい怒られてる、僕が悪いです、申し訳ございません、ね、打ち合わせ中らしいからさ全てキラさんのせいいいんだ、もうみんな俺のせいにしてくれ、すごい悪者今日漁師なの、うん、俺漁師なんて、漁師なの、漁師なの、漁師なんじゃん、サバも認めるんだ、サバか俺また来週見てください来週もっと面白くします、ありがとうございます、また見てね、あー声ガラガラ、うん、ガラガラ